シーサーじゃねえだろ。ハチ公でしょ。仕事する。コロナウイルス対策してんだよ。俺が辞めて働いた方がいい。クルちゃんキャバクラとかでも人気出そうだけどね。ああ男だし、俺が働いた方がいい。台本じゃないけどすみません。またナイスして。帰れない。電車もないし、迎えに来てくれるし。お腹すいた。クルちゃんが友達と迎えに来てくれる。あのミータソちゃんっていう養分の元カノと迎えに来てくれる。どっちかっていうか実家だからね。おじいちゃんおばあちゃんが目を世話してる。ご飯食べに行こうかな。ご飯。何食べ？何食べ？ビールとか。ビールとか。つまみとか。ちょっとのんきじゃない？それちょっとダメっぽいから。あったかいもの。でもずっともう胃が痛かったけど胃の痛みが少し和らいでる。俺のお薬やっぱクルちゃんなんだなって。ケバブは当たったからこのまま食べる。クルちゃんもし見てるんだったら愛してる。結婚したい。結婚したい。
な俺だけど。まあ復縁のフラグは立ってると思う。別れた途端にブロック解除されてたから気持ち悪い。誰か仕事紹介してください。何でもやるんで。なんで別れた途端にブロック解除するの。未練あるの。あの気持ち悪いな。月15万円か。まあ何の仕事、何でもやる。膝が痛いから肉体労働できない。お、ゆいがさんじゃん。ゆいがさん、ゆいがさん大丈夫。ゆいがさん、なんか寝てる時にリカピーに撃たれたらしいじゃん。気の毒だね。大丈夫？ゆいがさん、もう復活するまでちょっとねむねむさん貸してよ。ねむねむさん支援してほしい。あ、大丈夫？もう復活してね。ふわっちの顔だからさ、いい意味でも悪い意味でもね。またね、まあ本人の口から聞くのが一番いいからさ、まあ、いろんな推測で俺は話したりはしないけど。またちょっとねむねむさん貸してというか、復活するまでにちょっとひいきしてほしい。いつ頃放送復活できるんですか。近々。ゆいがさん、まだ時間かかるのかな。あれでしょ、あの罪は逃れれないって話だろ。わかんないけど。そこに物が、だからあれじゃない、たまたまどっかラボ行った時にリカピーが持ってたんじゃない。あ、来月から。あ、自主規制中なんだ。で、これね、ゆいがさん、ゆいがさんと俺しか知らないことがあるんで、リカピーの秘密が。ゆいがさん言っていいっすか。多分ゆいがさんと俺しか知らないリカピーの秘密があるんで。3月ってことで、もうゆうがさん行っちゃっていいっすか。もうリカビーの爆弾を僕がね投下して、まあ、パイセンがね言ってるかどうかわかんないけど、
あ、いいやつ。リカピーって売人なんだ。俺聞いたんだけど。なあ、まあピンときたよ。あ、もう知ってる？いや、いくらの詳しいこと知らないけど。あ、ゼロワン誰にも言わないでね。だから誰にも言わないでねって言われた話っていうのは、俺は誰にも言わないでねっていう、同じようにみんなに話そう。誰にも言わないでね。ね。なんか言われてほしくなさそうだから。みんなも誰にも言わないでね。うん。誰にも言わないでねって当てにならないんです。だから誰にも言わないでね。うん。俺は信用してるから。リスナーさんたちもね、絶対言うなよ、みんな。誰にも言っちゃダメだよ。俺もそうやって言われたから。分かった？警察もバカじゃないから、本当に好意的にユイガさんがやってたら前科もあるわけだから、いや普通に懲役食らうと思うんだけど、俺素人目線の考えだと。いくら弁護士つけたって釈放されないと思うんだけど、多分ね。多分初犯じゃないんじゃないか、分かんない。したらまあ数年入るんじゃない。でも出てきてるってことは、まあ何か裏があるのかなと思いますけど、だからネムネムさんが弁護士を雇ったね。で、あのゆいかさんとネムネムさんがリカピーのことを話して警察が調査したところ、やっぱめくれたんじゃない。でそういう部分でやっぱ釈放されてっていう流れじゃないの、分かって。そんな警察バカじゃないから、そんな嘘が通用するわけないじゃん。嘘じゃなかったんじゃない。で背景に、まあリカピが売人っていう部分がめくられたんじゃない。今頃味しめてね、もうゆいがさんもね、もしかしたら決めてるんだろうし、わかんない。もしかしたらオナニーしながら俺の放送見てるかもしれないし、わかんないから、ね。チョコありがとう。くるちゃん迎えに来てくれるらしい。くるちゃんも泣いてたんだって。